YouTuber のチャンネル。それではノーベル文学賞について、おそらく僕が一番気になるところかと思うんですけれども、どういった作品を書いたら受賞できるのか、つまり受賞するための条件ですね。だって文学のような芸術作品って、例えばそのオリンピックの競技みたいに1位2位3位みたいな順位をつけるのは難しいですよね。選考委員であるスウェーデンアカデミーのメンバーたちは一体どういった基準をもとに毎年受賞者を決定しているんでしょうか。実は創設者のアルフレッド・ノーベルは遺言の中で2つの受賞条件を記述しています。まず1つ目の条件、Those who 人物 during the preceding year 前年の間に、shall have conferred もたらした何を the greatest benefit 最も大きな利益 to mankind 人類に。まとめると、前年に人類に最大の利益をもたらした人物で、これは文学賞の条件というよりかは5部門あるノーベル賞全体に共通の条件ですね。ただ他のその科学とか物理あるいは医学の発明とか平和賞とかであれば人類に利益をもたらしたって条件はわかるんですけれども、文学で人類に利益をもたらしたってちょっとイメージしづらいですよね。そして2つ目の条件、The person who、また人物ですね、どういった人物か、 Shall have produced 生み出した In the field of literature、文学という分野において The most outstanding work 最も傑出したワーク、作品でいいかな、 In an ideal direction、 ある理想的な方向へ。こうまとめると、文学の分野においてある理想的な方向へ最も傑出した作品を生み出した人物で、こっちは文学賞のみの条件なんですけれども、先ほどの一つ目の条件よりもっと曖昧で分かりにくい条件ですね。だって単にその最も傑出した作品を生み出した人物という条件だけだったとしても、何をもって傑出した作品なのかっていうのを決めがたいですよね。そこに来てさらにある理想的な方向へっていう、なんだかつかみどころのない条件が加わっているっていう、ただでさえ曖昧な条件がさらに曖昧になってるんですよね。で、実を言うとノーベル文学賞の選考委員であるスウェーデンアカデミーのメンバーたちでさえも、このノーベルが遺言で残した曖昧な受賞条件を どう捉えればいいのか、きちんとした回答を見出せませんでした。しかしそうは言っても、ノーベル賞の開催日までに受賞者を選出しないといけません。そこでスウェーデンアカデミーのメンバーたちが苦し紛れに採用した方法は、曖昧な受賞条件の言葉を、この条件文の言葉ってこういう風にも受け取れるよねとか、この文の言葉ってこういう風にも読み解くことができるんじゃないみたいな感じで、文字通りの意味とは別に、その言葉の裏に隠れた意味を選考作業がしやすいように解釈しちゃうという方法を取ることにしたんですね。解釈、もちろんアルフレッド・ノーベルの意思をあくまで尊重して、その意図から外れないように慎重に解釈を行ったことは言うまでもないんですけれども、でも解釈っていつ誰が行うかによってその結果が変わってきちゃいますよね。例えばそのある言葉があって、それをこう解釈するにしても、いつ解釈するかによって、昔はこういう印象だったけど、まあ、今こういう時代だからこういうふうにも解釈できるよねみたいな、時代の空気に左右されちゃうこともあるだろうし、私はこう読み取れるんだ、でも私はこういうふうに解釈できるんだみたいな主観の余地が結構入りますよね。だからその誰が解釈するかによってこう変わってきちゃうってことですね。で、スウェーデンアカデミーのメンバーは死亡や辞任によって入れ替わるので、つまりその時点での選考委員が誰なのかによって解釈に大きく影響を与えることになります。というわけで、実はノーベル文学賞の選考基準は第1回から現在まで、アルフレッド・ノーベルが遺言で残した条件の言葉の解釈を変更することによって結構何度も方向転換が行われてるんですね。実はこれあんま知られてないんですよ。つまりまとめると、スウェーデン・アカデミーはノーベル文学賞の選考において、その時点での選考委員の解釈次第で選考基準が変化するような方針を採用しているというわけです。では具体的にどういった解釈をもとに選考が今まで行われてきたのか、
第1回から、現時点で最新回となる去年2017年までの全117回の大まかな歴史を選考基準の部分に着目しながら一緒に見ていきましょう。